最後の欠片だけがどうしても見つからない。悪鬼、罪人、魔人に満ちるこの深淵で心玉が欠けた俺は魔人の王になったということだ。見つからなくても構わない。帝釈天、お前が築き上げた無垢な天国を俺が必ず焼き尽くしてやる。アシュラ、あれから数百年を経て展開は大きく変わったよ。もうすぐ通り点を迎えるというのにあなたは変わらなかった。またこの神殿に戻って殺戮を行い無意味にもがく。大釈天、お前は偽りの繁栄をもたらしただけだ。忘れたのか、共に戦を終わらせると誓ったことを私たちが実現させたのだ。アシュラ、鬼族の心配をしなくてもいい。戦のない平和な日常を手に入れたよ。戦いは終わってない。この偽りの平和の裏にはお前が築いた地獄がある。この世の殺戮や戦を深淵の牢獄に閉じ込めただけだ。ではどうすればよかったんだ、アシュラ。あなた一人で全ての敵を倒せるというのか。いや、敵は誰なのかすら分かっていないのだ。分かってないのはお前だ。解釈で生きとし生ける者の運命を支配できると思っているのか。思い上がるな。手先の戦しか見えないあなたと違って私は全ての戦いを終わらせたい。だが従前行動で罪人全員を深淵に落とし共食いさせたのだ。勝ち組唯一生き残った完璧な天人だけが私に挑む資格がある。誇りに思え、アシュラ。お前の目に映る何千何万の盗賊、鬼族の命、妖怪の運命は千年も前に忘れられた血よりも価値がないというのか。通り天は戦のない苦痛もない理想郷だ。そんなものは理想郷なんかじゃない。皆の命を奪う処刑場だ。強き者にはなれなかった。お前が犯した罪は俺が背負っていく。大釈天、お前には王たる資格はない。アシュラ、まさかこれほどとは。本当に待った甲斐があった。もう逃げられないぞ。大釈天、
あなたは本物の奇跡。共に行こう、アシュラ。敵側に立ってあなたを強くさせられたなら、もっと早くそうすべきだった。あなたの成長は常に私の想像を上回る。俺のことを理解してないからだ、大釈天。あなたは私のことを理解していない、アシュラ。少し時間を稼げると思っていたが、これでよい。すべてが終わる。暴君が陥落。あなたは英雄として名を轟かせるだろう。何を言ってる。俺の心玉がなぜお前の体に。己の執念に打ち勝てるのは自分自身だけだとあなたは言った。やっと勝つことができた。あなたと共にこれを食し、私と一つになってほしい。そして天人最強になるのだ、私のアシュラ。大釈天、俺は天人ではなくなった。いや、そうではなかったのかもしれない。俺はアシュラだからだ。あなたは私が思ったよりも強い。強き者の頂点にたどり着いたと思った矢先に、あなたはさらなる高みへと飛んでいった。この世には本物の強き者はいないかもしれない。みな運命の風に逆らって飛び、より高い場所を目指す小鳥なのかもしれないね。そして私も随分と高いところまで来た。俺の精神体に体を貫かれた瞬間、母さんはどんな気持ちで俺に手を差し伸べ抱きしめようとしたのか、その答えを知ることはできない。
お前なら知っているのかもしれないが、もう教えてくれることはないだ。さようなら、私アシュラ。お前は？帝釈天だ。お前は俺にとっての奇跡だ。お前に出会った時、ずっと探し続けたものをやっと見つけられたような気がした。あなたこそ真の奇跡だ。あなたは天人の希望だと信じて、共にアシュラ。あなたは言っていた。自分は強靭な体を持っている。私には強い心がある。だから私の心、いつでもどこでも私に会いたければ、振り返らなくても、私はずっとここで待っている。それがお前の答えか。あれから鬼の領域にもう一つの伝説が残された。天魔が天界に攻め入る戦で、天人の王は天魔を討ち取り、千年以上続いた戦は魔王の敗北によって幕を下ろした。魔王は光の届かない深淵に封印されたが、闇を支配する王としてそこに君臨し続けた。魔人は王の名を称えた。しかし魔王はずっと深淵から天界を見据えていた。彼は光に満ちたその場所へと戻るつもりなのかもしれない。魔人に目指す先を聞かれるたび、魔王はこのように答える。俺の心を埋めてくれるあの人のそばへ。